開幕まであと2年の東京パラリンピックを盛り上げようと、都内でカウントダウンイベントが行われました。 2 years to go! 2020年の東京パラリンピック開幕式までちょうど2年前にあたる25日、多くの競技が行われる江東区でカウントダウンイベントが行われました。イベントには小池都知事やアスリートのほか、パラリンピック特別親善大使のタレント香取慎吾さんも参加し、会場を盛り上げました。小池知事はあと2年の間により競技の関心を高め、興味をさらに広げていきたいと大会成功に向けての決意を述べました。